はい、皆さんこんにちは。オフィスビジネス学科2年の杉野拓実です。10月の半ばに入りましたが、本日水曜日16度と冬を感じさせる気温になってしまいました。皆さん風邪などは引いてないですかね。はい、では今週20日のオープンキャンパスの宣伝といきたいと思います。ではゲストの先生に登場してみましょう。どうぞ。こんにちは。はい、今週は加藤先生に、お越しいただきました。はい、加藤先生はね、オープンキャンパスの先生紹介の時に一番最初にね、喋ってる先生なので、それで分かるかなと思うんですけど、実は先生もね、加藤先生は僕がこのスタイルで動画の撮影を始めた時に、はい、ぜひ、呼んでいただきたいと言っていただいていたので、僕も今回は非常に楽しみにしておりました。待ってました。はい、ありがとうございます。はい、では先生、今週20日のオープンキャンパスに参加する皆さんへのメッセージをお願いします。はい、今週のオープンキャンパスはなんとハロウィンスペシャルということで、はい、ちょっとだけでも仮装してきてくださった方には、はい、なんとプレゼントをご用意しています。はい、私たちも仮装してお待ちしてますので、はい、ぜひ皆さん参加してください。はい、ありがとうございます。ハロウィンオープンキャンパスということなんですが、実はなんと私杉本も当日は仮装する予定でございますので、はい、皆さんぜひ、ヒントはですね、某お笑い芸人の方の仮装してると思いますので、ぜひ、見つけたら僕のこといじっていただけると嬉しいかもしれないですね。はい、僕の仮装も楽しみにしています。はい、はい、ということで20日お待ちしております。では先生、最後に、次回のこのオープンキャンパスの宣伝動画のゲストの先生のご指名お願いします。はい、NBC の医療系の先生といえば、はい、この人なんと卒業生でもある可愛いあの先生に来ていただこうと思います。はい、了解しました。あの卒業生の、あの先生ですね。あの黄色の白衣を着られてる先生ですね。そうですね、よく黄色の白衣着てますね。はい、ありがとうございます。では皆さん20日お待ちいたしております。お待ちしてます。